です。よろしくお願いします。プレーオフはちょっと残念でした。いやもう最後の最後でやられちゃったんで、すごい悔しかったです。その悔しさの中で、中村大輔選手、全試合スタメン、そしてフルタイム出場、これはちょっと素晴らしいじゃないですか。すごいな。まあでもチームの結果がついてもらえなかったので、全然嬉しくないです。シーズン3位というのは変わらないんですよ。いやでも J1 上がれなかったので、結果がすべてです。ということはもう来年目指すところはもう一つと。そうですね、J1 上がれるように頑張りたいです。頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。